8月2日松山市総合コミュニティセンター大会議室で黒田孝幸四段の将棋教室第15回坊ちゃん杯将棋大会が開かれました。これは日本将棋連盟松山坊ちゃん支部と公益財団法人松山市文化スポーツ振興財団が開いたイベントです。実力クラスごとに分けた大会が行われたほか、松山市出身在住のプロ棋士黒田孝幸四段による多面指しの将棋教室が行われました。この日はプロ棋士との対局や指導を受けることが叶う貴重な機会に、小学1年生から81歳までおよそ45人が参加しました。将棋というのはですね、もう年齢関係なしにですね、勝ち負けも非常にはっきりしてまして、すごいシビアなゲームなんですけど、先を読む、ゲームなので、自分が思ってるように進むと面白いですし、自分が思ってない、読んでない手が来てですね、それに対応して、またそれをいかに修正していくかとか、そういうようなことを考えていく、ところが楽しいと思いますね。今本当にこういう状況で将棋って意外と、相手と近いのでですね、もう将棋大会が結構ないんですけど、ただそういう中でも将棋のプロの対局っていうのはお互い気をつけながら、やってます。で、まあ、アマチュアの大会もですね、まあ、プロの対局のように一局一局ですね、気をつけながら行っていけば、まあ、こういう状況でもなんとかやっていけるんじゃないかなと、まあ、そういう意味でですね、まあ、今回大会開催していただいたことはすごいありがたいことかなと思っております。将棋を通じて子どもから大人まで世代を超えた交流が深まったようです。